名主鈴木三太夫物語。これは海老名の大屋だけに伝わるわらべ歌です。わらべ歌は誰が作ったのか、またいつの時代から歌われるようになったのかはっきりしていませんが、この土地のわらべ歌は名主鈴木三太夫が農民を救った事実を後世に伝えるために作られたものです。今から約300年前の江戸時代のお話です。大屋村は幕府直轄の支配地でしたが、ある時は大名や旗本の領地となったこともありました。水田ばかりでなく肥沃な畑にも恵まれ、また平地林が多く、村人たちは平和な暮らしをしていました。ところが延宝2年、大屋村は町の生きの神義信という旗本の領地となってからは年貢の割り当てが重くなり、その取り立ても厳しく、農民の生活はだんだん苦しくなりました。その後義重の代になると、さらに領地の農民に対して重い税をかけてきました。しかし農民は税をたくさん取られてもじっと我慢して生活していました。ある年天候が悪く、お米が少ししか取れない時がありました。米も麦も去年の半分も取れねえな。なんとかならんかの。年貢を隠してもらえねえか頼むしかねえな。でもあの代官様では聞いてもらえねえべ。みんなで名主様にお願いに行くべ。それでも義重はいつもの年と同じように重い税をかけ、取り立てを厳しくしました。その情けのない取り立てのため、農民は疲労が重なり仕事ができない状態に追い込まれましたが、義重は農民の願いに耳を貸さないばかりか、逆にもっと重い税をかけたため、農民の生活はますます悲惨なものになりました。その当時大屋村の名主であった鈴木三太夫は、この農民の苦しむ姿を見て代官にお願いしました。もう何も食べるものがありません。農民は草の根や木の皮で飢えをしのいでいます。どうか年貢の取り立てを待ってください。ダメだ。納められないものは牢に入れる。そんなことをしたら残された年寄りや子供たちは生きていかれません。この村は全滅です。黙れ。お前の取り立てが甘いのだ。
来年豊作になったら必ず年貢を納めます。約束しますと何度も代官にお願いしたのですが、一向に聞き入れてくれませんでした。体力のない老人や子供は死んでいきました。